朝尾美和は日本の元プロビーチバレー選手兼テレビタレント。三重県鈴鹿市出身。S1 所属。その美貌からビーチの妖精とも呼ばれる。バレーボールをしていた高身長の父の影響でバレーボールをやり始めた。その美しい顔は母親にである。三重県立津商業高校で一年次よりレフトアタッカーとしてレギュラーを獲得。キラというコートネームは キラキラ輝く選手になるようにという意味で先輩に付けてもらった。在学中、2年連続春高バレー出場、インターハイ、国体には3年連続出場し、3年生児はキャプテンを務めた。高校卒業後、全日本男子チームのエースアタッカー兼キャプテンだった日本ビーチバレー連盟会長の河合俊一からスカウトされ、 ビーチバレーに転校すると同時にケーブロスに所属。モデル業及びタレント活動を競技生活と並行して行い、ファッションモデルやグラビアモデルとして人気を獲得し、グラビアアイドルにもなった。ゴールデンタイムのバラエティ番組に水着で登場し、朝尾の知名度、人気は飛躍的に上がった。朝尾の出場試合は観客が急増し、 朝を写真撮影しようとする観客も増えた。日本ビーチバレー連盟は選手の写真がネット上や雑誌などへ無断掲載されるのを防止、肖像権を守ることを主な目的として2007年度から試合の個人撮影を禁止した。2006年より MLM 企業ハーバライフのスポンサードを3年間受けた。2008年2月よりペアを組んでいる。 西堀健美と共に所属クラブを S1 へ移籍した。その後、新コーチに2002年不ンアジア大会金メダリストの渡辺聡氏を迎え、北京オリンピック代表を目指し世界を転戦していたが、出場に必要な FIVB 世界ランキングにおいて上位にはるか及ばず、代表権を得ることはなかった。なお、五輪期間中はタレントとしてテレビ中継番組に出演した。 2008年8月から9月にかけて大会の冠スポンサーと CM 出演スポンサーの業種がバッティングするため身内の休病のためとの理由で JBV ツアー第4戦第5戦を相次いで欠場これに対し東京中日スポーツが親の死に目にも会えないプロとはそういう覚悟を持って戦う特殊な人だと思っている片田舎のビーチにまで足を運ぶファンのためにも プロとしての責任を果たすべきではなかったか、と朝尾の対応を批判した。しかし実は8月12日に実前が交通事故に合い渋滞、一時容態は持ち直したものの9月5日に亡くなっていたことが判明し、妹の死よりもツアーを優先しろとは人間としてひどいと逆に、東京中日スポーツを批判する意見がネット上を中心に続出。 東京中日スポーツは後に謝罪記事を掲載した。2009年11月、現状では、ロンドン五輪出場は、難しいとして、長年ペアを組んでいた、西堀健美とのペアを解消。12月、日体大出身の元ユニバーシアード日本代表、草野歩美と、新ペアを組み、ロンドン五輪日本代表を目指す。愛称は、朝尾の朝と草野の草を取り、 浅草コンビと名付けられていた。2010年11月、所属事務所ホームページを通じチームの解散を発表。浅草コンビは1年間で解散することとなった。2011年は松山博子とコンビを組むが1年で解散。2012年は浦田恵子とコンビを組む。2012年12月10日、現役引退することを所属先の事務所を通じて発表。 2013年4月2日、一般男性と結婚し、人口10万人未満のカニシへ引っ越して、専業主婦になった。この結婚について、朝尾は後に、テレビ番組にゲスト出演した際、高校時代まではバレーボール一筋でビーチバレーの現役時代は、男性から人気があったが、所属事務所社長の河合俊一から恋愛を禁止されていたため、 結婚するまで男性と交際したことが一度もなかった、と、美人グラドルアスリートとして、意外な告白をしている。2014年12月16日、第1子となる長男を出産。2016年11月27日、第2子次男を出産。ありがとうございます。